お前犬で言うと絶対ゴールデンレトリーバーだよね。確かに。こんにちは。こんにちは。菊池がファーって投げたいみたいな。ファーで。スあススって投げたいみたいな動画上げてたじゃん、うん、あれ見てちょっと思ったんですけど、はい、確かにそうなのよ。結論だけ言うとバカにしてんのか意味わかんないこと言うじゃねえ人によるっていうか、全部一旦忘れるっていう行為、意外と大事な日があるな。まだバカにしたいやいやいや、まあいろいろさ、ダーツやってたらさ、うん、やっぱ自分の癖とかも含めて、はい、例えば昨日親指に残してたからいい感じだったとか、なんか親指の右側なぞる感じねとか、うん、なんかあったりするじゃん、うん、左手の位置はこことか、スタンスがどうのこうのとかって、はいはいはい、自分の中での決まり事が蓄積されてるじゃん、はいはい、で結果自然にできてるじゃん、はいはい、っていうのを一回全部忘れんのよ。一旦パッパッって忘れて、はい、普通にスローラインスッて立ってスーッてやんのよ、あの辺って、うん、ってやると、これが本来自分のあるべき姿というか、無理がないのよね。そうするとなんか あ思ったよりその難しく考えてたなっていうか、なるほど、あこんなに難しく考えなくてもダーツ飛ぶわみたいな、親指なぞろうなぞろうと思ってたせいで飛びがこんなになっちゃったりとかさ、とかっていうのがなくなるわけ。一旦全部忘れて、もう立ってシュッてっていうので、これなんでそうなったかっていうと、なんかあんまり投げれない期間があって、一回も全部忘れたつもりでちょっとこう投げてみっかって思って意外とうまくいったっていうパターンと、もういろいろ考えすぎて、いやダーツ多分そんな難しくないと、うん、突き詰めれば難しいんだけど、うんうんうん、まあ、多分こんなに難しくないと思って一回全部忘れて、ただあそこでしょって、あの辺って感じで一回投げてみようと思ったらうまくいったりとかっていうことがあるんですよ。だからそのこうやって考えて考えて上手くなるっていうのも大事だと思うんだけど、わけわかんなくなったりとか、うん、もうなんか全然上手くなんねみたいになった時に一回全部忘れて冷静に立ってあそこに投げるだけでやってみたらうまくいく日があるかもしれんと思いました。であれを見てて、あ、まあ無理がないっていうか楽に投げてるな。ああ、本当？だからスーっていうのが俺が思う適当に投げるにちょっと近かったような気がしました。まあ動画内でも俺言ったんだけど、うん、まあ要はさっき言ってたみたいに蓄積でこうってなるじゃん、うん、でなった時に物投げる時にこんな風に投げんなっていう。そうね、だからこうゴミ箱があってゴミあるじゃん、うん、こう入れるとこうなんかこうだからこうじゃなくてこうそうそうそうっていうか、なんて言ってるんだ、そのなんか決め打ちみたいな感じじゃないみたいな。まあそうだね、やっぱりまあその考えた結果ももちろんあるんだろうけど、プロの人ってまあ例外はいるとして基本楽そうに投げてるじゃん、うん、っていう人が多いじゃん。やっぱそういうとこもあると思う。やっぱ無理がないっていうかね、この動きしようとしてしてるわけじゃない、まあように練習してるっていうのもあるんだろうけど、まあやっぱだから一回ちょっとまあ立ち止まるというか、ちょっと一回ちょっと全部忘れてちょっとあそこ投げてみようっていう日がねあった。なんか気づくことがあるかも。あ、やっぱ親指とか気にしすぎてたわとか、うん、あ立ち位置全然こんなんじゃないじゃんとか、なんか気づきがね あったりすることがあります、たまに。でいいなと思った。決めすぎるとさ、それに縛られて過度にやってることとかあったり、うん、なんか肘をそうだね、なるちょっと内側にと思っててそれ意識してやってたらいつもがこんなになってたみたいな。そうだね、だからまあ難しいんだけどね、だからそのやっぱ自分が意識することって、うん、何かを抑えるためだったり、こういう癖があるからこうしとこうとか、逆に癖生かしてこうしようとかってあるわけじゃん、うん、っていうのを考えすぎてるとなんかちょっと自分の本来の楽な動きより行き過ぎてたりとかっていうのがあると思う。あうん、まあ何にも考えないで投げようと思って何にも見つかんない時もあるし、まあ、普通に入んねえだけだってなる時もあるしただ右にずれる、ただ右にずれるなまあでもやるだけただやしね。そうよ、カウントアップなんか別に全然問題ない、うん、そんなんでやってもって、あの動画見て思ったなーって話っす。おお、やってよかったかもしれん、知れない、まあ、っていう感じっす。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。